はハンドメイドアクセサリー作家のあーやです。今日はバディコさんと一緒にいてます。どうやらね、相棒のバディコさんが何か言うてるんですけど、もう全国的に梅雨の季節よって言うてはりますわ。皆さんも梅雨の季節ですって。最近ね、やっぱり雨も多いし、なんかジメジメするなって思ってたんですよね。梅雨のアイテムが欲しいわ。梅雨のアイテムが欲しい。ジメジメを吹き飛ばすような涼しいアクセサリーを作ってって言うてはりますわ。なるほどね。最近やっぱりね、ジメジメするしベタベタするし、そんな時にはちょっとでもね、涼しいアイテムを身につけて気分を上げていきたいですもんね。これを使って、これだ。これね、私の棚の中にずっと眠っていたビーズなんですけど、そうか、このビーズはとっても確かに涼しげ。ほんで水色クリア、透明感あって、これからの季節に抜群のアイテムかもしれない。なるほど、これを差し色にして何かアイテムを作ってっていうことかな、バディコさん。イエスということなので、じゃあこのブルーのビーズを差し色に、ジメジメした季節を吹き飛ばすぐらいの涼しいアイテムを作っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツハンドメイキング。
こんな感じで作ってみたんですけど、今まさにこれつけてるんですけど、どうでしょうか。1個目の方が私が今つけてる方で、花びらも滴る梅雨ピアスっていうことで、2個目の方が今バディコさんがつけてる雨も滴る梅雨ピアスという感じで、2パターン作らせていただきました。はい、これねなかなかいいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。やっぱねクリア素材を集結させると本当に涼しい、見てて気持ちがいい。今日ね私これ黒い服やからちょっと残念、もうちょっとね白っぽい涼しい服着たら多分もっとね軽やかな雰囲気になるんじゃないかなって思います。あ、バディコさんもなんか言うてはる、とっても気に入ったわって言うてはりました。よかったねバディコさん。はい、ということで今日はバディコさんと一緒にジメジメを吹き飛ばすぐらいの涼しいアクセサリーを作ってっていうアクセサリー作りの配信でした。この動画は委託販売からネット販売にシフトチェンジしてからの活動内容をお届けするという動画になっております。ちょっとでも興味のある方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということでまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。